音読をしていて発音が難しい時に単語単体とかこのその1音単体で発音するとできる、うん、例えばパッチミのリールとか、うん、ミウムとかもで文章の中に入ると途端に読めなくなるっていうお悩みです、うん、まあそんなもんなんそんなもんなん音楽でもそう、うん、楽譜でこの難しいパッセージは練習してそこは繰り返してやってできるようにやっても前から弾くとやっぱりできる、うん、だから流れの中でできるようにならないと本物じゃない、うん、単語も、うん、でもまずはゆっくり、うん、そう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 、それができないと丁寧にそう正しく文字通りに発音できるまで練習が一番先に必要かなって、うん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 、その後はちょっとずつ前たり後ろなりをくっつけて足していくのがいいかな。よく音楽とかでもさせられるのが最後を先にやって一つ前からやってさらにもう一つ前からやってもう一つ前からやってってだんだんできるようになったら少しずつ前に伸ばしていくっていう練習があって意外とこれをすると早くここの、 なんていうの塊が滑らかにできるようになる。じゃあその例えば難しい発音があったら、うん、そこをまず集中して丁寧に練習して、うん、その前も読む、うん、てかその後ろも多分あると思うので、はいはい、その塊の後ろまでは一回とりあえずきれいに読めるようにして、うん、だんだんこう前に増やしていく。そう実際言葉ってそうだからね、前後のつながりとか流れの中でそこが出てくるんであって、うん、それだけが出てくるってことは普通はありえないので、うん、自分の授業で難しいのありましたけど今年の6月オイリュオルオイリュオル噛みそうオイリュオルオイリュオルそう、なんかそんなのはね、そのとりあえずまずオイリュオルオイリュオルでなんかまず理解してどう読むか、ま、そこから始まって、はいはい、で口がちゃんとついてくるまで練習してみたいで初めて文章の中に入れるみたいな。そうそう、今聞いて思ったのはやっぱり頭で理解して、はい、であとは筋力運動、ね、はい、うん、だからその辺の連結がうまくいかないと、うん、うまくいかない、うん、なのでそういう練習、うん、そうですね、やっぱ実際の発音がどうなのかっていうのを先に理解するのはすごく大事ってことですね。そう、やっぱいきなり読み出さないでちゃんと難しそうなところは発音をチェックしてから読むのがいいのかな、うんうん、ゆっくり、そう、流暢さを狙わずに最初はゆっくりゆっくり確認して理解して少しずつ早く少しずつ前後を増やすと。ありがとうございました。